はい、こんばんは、みなみです。先ほどのですね、今市さんの、大阪城ホールのですね、会場の雰囲気をお届けした動画に続いて、今日はもう一本動画をアップさせていただきたいなっていうふうに思います。なんとなんと、我らの小林直樹さんがですね、久しぶりのバラエティ番組出演ということで、今回それについてお届けしたいなっていうふうに思います。7月12日放送の金曜日ですね。それで6時半から、2時間スペシャルで放送される、それスノーマンにやらせてくださいっていう、そういうね、スノーマンの冠番組があるんですけども、それのね、番組の中で、ダンス即興完コピーバトルっていう、そういうコーナーがあるんですけども、そちらの出演者がですね、ナオトさん、エリーさん、そしてジェネレーションズのトモリさん、そして最後になんとなんと小林直樹さんがですね、出演されるっていうことで、久しぶりの直樹さんがですね、バラエティ番組出演されますよ。これ楽しみですね。これね、いや、果たして今後どんな展開が待っているのか、でどんなダンスを見せてくれるのか、それでスノーマンのメンバーとか、そして AKB のね、元メンバーの人も出るんですけども、そういう方々とのなんかそういうやり取りとか、どんな風に見られるのか非常に楽しみだなっていう風に私ちょっと思っております。いや、ちょっと直樹さんもね、ちょっとね、時々ちょっとクスッと笑えるようなね、一面あるんで、そういうところちょっとね、楽しみにしてるんですけども。いや、でも久しぶりにですね、小林直樹さんがですね、こうバラエティに出演されるっていうことで、嬉しいですよね。なかなかこうさ、直人さんとかさ、よくバラエティとかで、見ることあるんですけども、もう一人のリーダーね、直樹さん、あまりこうバラエティとかに出ることって少なかったじゃないですか。それだけど、今回はですね、このスローマンの冠番組に出るっていうことで、ちょっと非常に楽しみにしておりますんで、皆さんもね、ぜひですね、まあ、オンラインじゃない、リアルタイムで、テレビの方を見られたり、まあ、リアルタイムで見れない方は、まあ、録画したりとか、まあ、今、いろいろそういうね、追っかけとか、あるんで、そちらでご覧いただけたらなっていうふうに思います。では、7月12日ですね。皆さん、楽しみにしておきましょう。それでは、今日、2本動画アップさせていただきまして、ありがとうございました。